こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は直訳処方即時二心です。つらつら仏法を感ずれば現実のみが真理なのだということで、これは沢庵宗法の言葉です。即時二心は元楊家玄鶴の書道家への偽証の序の言葉です。自理不二即時二心、つまり現象と理論は一体で現実こそが真理であるという理屈っぽい言葉を端的に言い換えたものです。他に求めることなく一瞬一瞬の自らの姿を大切にせよというほどのことです。それでは今から直訳処方即時二心を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。